どうした?オルガノと連合の小競り合いはもはや慢性的だ。大西が連合の木俣に直談判をしたせいで今は小康状態だが、末端の連中は相変わらず一触即発だ。いつ何が起こってもおかしくない。新新聖旧祭、無事に済んだもんだな。無事じゃありません。奴はもう男じゃないですから。あそこじゃテクノライズしても仕方なかるしな。いや、女は帰ってその方が喜ぶかもしれん。ギクシャク動いてね。笑い事じゃない。連中がオルガノのメンツを潰す気なのか、それとも下っ端のバカを抑えきれていないのか、あるいは別の人間の仕業なのか。いずれにしてもいい機会ではある。連合を解体する格好の口実ができたじゃないか。若い連中もすっかりやる気ですしね。下の連中の不満が解消されないことの方が問題だ。連中の息抜きのつもりでどうかね。うちの親父も同じ意見です。こういうのも何かの巡り合わせだと。連合につなげ。もういい。お前が連合に行け。行って先ほどの一件、本当に連合の仕業なのかどうか問いただせ。お前はこの大西の代理だ。お前に対する態度はすなわち大西に対するものと同じとみなす。はい。木俣という男、それほど馬鹿には思えない。この間連合のスナイパーが大西を狙撃しようとした事件があった。連合はしばしばそういう手を使う。ガベの長老を銃撃したのも連中ではないかというもっぱらぬ噂だ。そいつは確かか。はい。これはもう戦争だな。大西の後はあんたが腹をくくるだけだぜ。中原が殺されたということはすなわちあんたは。町は祭りを望んでいない。うん、まだ我々が動く必要もない。
オルガナはその気です。電信で交渉の余地なしと伝えてきました。連中を襲った人間は調査中です。生ぬるい。やはり本気のようですな。大西。連合からです。交渉の余地なし。これ大西だ。騎馬隊を出せ。騎馬隊はどうした。帰るつもりならいいんだが。黙って帰るつもりはないですよ。人間が持つ原初の力がほとばしるのをもっともっと見てみたいと。まあそんなところかな。中原の部下が先を急いで。ノリ、もう遅い。もう遅いよ大西さん。Yoshii. Yeah!